医療従事者に対して支援をしようとかっていうね、そういう声がかなり大きいですね。でも僕もそのやっぱり医療従事者に対しては、まあ、支援した方がいいと思うんですけど、でも一番の支援っていうのは感染者を出さないこと、てか皆さんが本当みんなが感染しないことなんですよね。感染して、で、今回この入院中というかね、いらっしゃいますけど、入院するよね。で、そうなるとどんどん逼迫してくる。で、特にその重症の方がこう出てくるとっていうことなんで、もう本当みんな感染しないっていうことが、コロナの入院者数をこの増やさないっていうのが一番の支援っていうかね、なのかなって、その医療従事者のためになることなんじゃないかなと思います。危険手当とかね、そういうのも必要だと思うんですけど、一番の、まあ、支援っていうか、医療従事者の方々のためになることっていうのは、それが感染しないこと、感染者を出さないことだと思います。